姫島港は大分県東国崎郡姫島村にある地方港湾。港湾管理者は大分県。大分県国崎半島沖の離島である姫島における本土との間の物流拠点であり、2008年の取扱貨物量は264000フレートトンである。本港と国崎港意味地区との間に姫島村と大分県本土を結ぶ定期フェリーが就航している。 同フェリー航路は、会場運送法に定める指定区間に指定されている。また、湾港環境整備施設として、姫島港運動公園も設置されており、姫島村が、指定管理者となっている。2015年度の発着数は5120席、利用客数は269,649人で、ある。航行中の第二姫島丸姫島港利用者や、 住民の憩いの場として、姫島村の要請により、大分県が整備したものであり、災害時における避難場所としての使用も想定されている。湾港設備のほか、隣接地に姫島村が設置した、テニスコートゲートボール場等の施設や大分県の海岸環境整備施設である、姫島海水浴場との一体的な活用を前提としている。照明設備府の野球場。 多目的グラウンドを中心としており、更衣室棟、駐車場などの付随設備を含む、総面積34,100平方メートルの施設である。ありがとうございます。